一緒に食べない？
釣れるの？どんなお魚？どうやって釣るの？お魚がかかるとこうなるの？なくなったボールを見つけた？まぶしく輝いている。おいしいキャンディーを出して、うぅー、幸せな歌声、うぅー、金の魚がきらめくたびに、どんな願いも叶う。お魚を釣らせて。先生や生徒たち、そして両親たちが新年度に向けて準備を整える季節となりました。私たちの町には明日新しい学校が開校します。私は大きくなる、毎年大きくなる、私は大きくなる。全生徒にパソコンを配布、対話型ホワイトボードも完備。私も学校に行きたい、みんなみたいに。新年度まで他の学校作ってでしょう。新入生の皆さん、やったー、明日から学校だー。机もお願いね。
いしょよいしょ、よし、あと一歩ね。うん、オッケー。あともう一歩。
これを守ってほしいの？無理だよ、蝶々さんは捕まえるんだもん。でも私からは逃げられない。他に守ってほしいものある？じゃあまた会おう。怪しい雲が迫る。
言ってもみんな寝ちゃってるんだもん。私も春まで寝た方がいいかな。私ね、寝てる時が一番いい子なんだよ。クマさん知ってる？子供が春までしやしや眠ればクマさん飛び跳ねて喜ぶよ。クマさん、クマさん、ベッドに入ったけどまだ歯磨きしてない。クマさん、お水が飲みたいんだけど。これでよし。さあ、それじゃあ寝るね。なにこれ、どうなってるの？クマさん、なんだかちょっとね、この枕小さいみたい。小さくて、で、ちょっとデコボコしてる。クマさん、なんだかちょっと寒いの。毛布がもっとふかふかじゃなきゃ眠れないよ。
ニメはどこに隠れてるんだろう。よし、私が探してあげる。1,2,3,4,5,6 さあアニメを探しましょう。このマイクを